カウントを取りに来るのはスライダーが多いんですよね、はい、それに的を絞るかどうかですね。交流戦中村拓也に次いで第2位の通算ホームラン数46本。初球今のは言ってほしかったですね。スライダーが頭にあればね、冷静に冷静にという気持ちが自分をとどめたんでしょうかね。ここは見た隅谷の構えとは逆です。自分の腰のあたりを盛んに叩きます今日の村田。体の意識か気持ちを押しとどめることなんでしょうか。セカンド今ショートの中島が入ろうというところ、実に細かいプレーが展開されています。外手が出ました。ボールはこぼれていますがランナーは進みません。今手が出ましたね山本さん。あちょっとらしくないスイングですね。これおそらくベイスターズの頃というのはこういう局面は本当に少なかったでしょう。巨人のこの強力打線ならではの4番での勝負選択されました。これ3球スライダー来たんですけどね、スライダーの今打ち方じゃないんですよね。じゃない。スライダーを待ってれば今見逃してますよ。ただここは追い込まれましたよね、はい、これはもうあの 何でも対応しなきゃいかんですね。どうだショートの頭を越えた。ショートを蹴る意地の4番村田のサヨナラヒット。右手を突き上げた。右手を突き上げて4番村田修一が決めた。今この歓喜の輪の中心には確かに今シーズンからこのユニフォームを身にまとった村田の姿があります。坂本の勝負を避けられ堂々と挑戦状を叩きつけられ、そして移籍後初めてのサヨナラのヒット、気持ちがショートの頭を越しました。今この降り注ぐ大歓声をどんな気持ちで全身で受け止めるんでしょうか。見事に決めたのは4番でした。山本さん騙されましたねあれは。2ストライク目のスイングをそうですか、スライダーの意識はなかったという、はい、4球スイングのあのスライダーなんですよね。その2ストライク目空振りなんですよね、あのボール球を。それで隅田にはもうそれでもう合ってないと思ってスライダーも1球要求して、村田も全く違うバッティングしましたよね。今までとですから2ストライクまでのバッティングスイングと違う、もう当てに行きましたもんね。なるほど、ボール球ですよね。見事に相手のその読みを外した、惑わせた村田です。夢を支える食卓は5時30分からお送りします。当然ヒーローインタビューこの村田呼ばれます。どんな気持ち、そしてあのスライダーを待っていたのか、聞いてみたいです ね待ってはいないです ね打ったボールはね、打ったボールはね、どの球にも対応できるようにという準備ですよね。その対応でやはりミートのうまさですよ ねだから2ストライクまでのスイングとはもう当然変えてますよね。ただあの坂本が歩かされた瞬間のあの村田の表情というのはえも言われるものがありましたよ ね、ですね。何か自分の感情を押しとどめよう、押し殺そうというその村田修一。でも中盤からのその両ベンチのベンチワークからいろんなこの1点の取り合いっていうのはちょっと面白かったですね。